近年ですね、正式名称は CES というですね、3文字 のイベントにしたというのがありまして、家電にこだわらないというメッセージを出しました。ですので実態は今はテクノロジーの見本市みたいな形になってきています。テクノロジー見本市、はい、家電だけではなくて、例えばそうです、ね、ソフトウェアの企業、まあ、Amazon だったりとか Google だったりとかも出てきてますし、インポッシブルフードってですね、食の会社も出てきてますし、もうありとあらゆるジャンルの企業さんが今来ているというのがありますね。未来へのまあビジョンが分かるというのはまあ正しい解釈かと思います。その各会社が近未来をどう考えているかというのが見えやすい一番の場所だと思います。会社のビジョンを提示して、未来はこうなるのでうちはこうしますというようなメッセージを出す場所というものになりつつありますね。特に2018年から変化をしているとは思うんですけども、やはりこう Amazon の アレクサであるとかエコーであるとか、ああいったこのスマートデバイスが出てくることによって、こう家電がですね、もうすでにインターネットとつながることが当たり前になってくると、ソフトウェアの大事さというか重要性がよりまあ鮮明になってですね、もうスマートホームからスマートシティまで、まあ、全てのそのものがインターネットにつながるというコンセプトが出ることによって、急激にですね、どういったメッセージを発するかというのが変わったというのがあります。一番顕著なものが、まあ、自動運転というものがですね、まあ、主役から消えているというのはありましたね。去年のブースではもういろんなブースにですね、自動運転の車が展示されてあって、自動運転の未来がこう来まして、それに対して、まあ、我々はこういったサービスを提供するというようなメッセージだったんですけども、自動運転を展示するというよりは、電動自動車にはどういったエンターテインメントシステムが合うかというものを置いたりだとか、より近未来の話になって、もう一つはまあスマートシティへの対応ですね。スマートシティ、まあ、全ての、まあ、例えば信号機からいろんなものがですね、都市のものがインターネットにつながるというコンセプトは、いろんな企業さんが展示されてたんですけども、それが例えばスマートホーム、家の中で使い慣れているですね、 Amazon の Alexa であるとか Google ホームであるとか、こういったものがですね、そのまま都市に拡大されればどうなるだろうと、そんなことを想像させるような、ホームからシティへというような流れが一つ垣間見えた。そのシティの、まあ、一つの切り口がホームが出てきているというのが一つあります。まあ、例えばこれは Amazon の例ですけども、Alexa、ガソリン代を払ってと言ったら、車の中のアレクサがですね、反応してガソリンスタンドのですね、まあ、機器とコミュニケーションして勝手にガソリン代を払っているというようなことが生まれてくると、常に自分の身近なアレクサが勝手にもう都市と会話してくれると、そういったものがまあ未来に見えてきますので、これはまあ Amazon の戦略としては、まあ、家を制したものは都市を制するというメッセージなのかなと思います。